今日は意識の高い人、低い人ということの、この説明をしてみたいと思います。で、皆さん方は意識が高いとか低いとかということをよく言いますけれども、本来は意識には高い低いは存在いたしません。ただ高くするかしないかの問題があるだけで、低い意識が存在した試しはないんでございますね。本来は一つの意識、高い意識状態、宇宙意識、普遍意識というものがあるだけでございまして、勝手に皆さん方が低くしているだけ。本来は低い意識状態というのはないんでございますね。本来はない。すなわち個人意識というのは本来はないんです。個人意識というのはね、全体の意識があるだけで、普遍意識といいまして区切りのない宇宙意識といいまして宇宙大の意識があるだけなんです。で、それをあなたが勝手に私は個人だと思うことによって、その意識を低めているだけなんですね。個人の意識は即宇宙の意識なんです。我が意識は即普遍なんです。皆さんの意識は即普遍なんです。区切られた意識っていうのはどこ探してもないんです。で、意識は宇宙大であって、宇宙意識ですから宇宙大です、無限大です。それをあなたが勝手にその形を見るがいいに、個人という個人意識を持っているだけなんですね。区切られた意識っていうのはどこ探してもありませんよ。意識は区切ることはできないんです。この木の葉の意識と全体の意識と区切られていますか。この一枚の木の葉の意識は区切られています、区切られていません。全体の意識が一個一個の中に、一枚一枚の中に働いているんですね。しかしあなたはどうしても形を見るがいいに、私は個人だという個人意識を持つんですよ。じゃあ意識の高い人と低い人と、どちらがエネルギーが高いですか。意識の低い人、高い人。意識の高い人はエネルギーが高くなるんですね。この世の中になぜ病気というものが、存在するかと言いますと、意識が低いからと、自我意識で生きるからである。その自我意識が原因して病気というものが存在しているわけですね。じゃあ皆さん、エネルギーを高めるためには何を高めなくちゃならないの。何を高めるの。意識ですね。意識の効用はエネルギーの効用なんです。で、本来は宇宙エネルギーという無限大のエネルギーがあるだけなんですけれども、あなたが個人という思うことによって、その宇宙エネルギーを限定してしまって、個人的エネルギーにしているだけなんです、ね、皆さん方はこの宇宙エネルギー、意識が拡大されて、宇宙意識状態、普遍意識状態のことをケラカイ人と言います。ケラカイというのは気が高い、エネルギーが高いという意味なんですね。だから皆さん方がこの病気になる原因は何かというと、意識に原因があるわけですよ。意識が低い、自我意識という個人意識で生きている限りは必ず病気になるということ。どうです、皆さん、例えば物を例えますと、みかんがあったとします、ね、エネルギーの高いものが腐るんですか、エネルギーの低いものが腐るんですか。エネルギーの低いものが腐りますね。じゃあ、あなたのエネルギーを誰が高めたり低めたりすることできるの。自分しかないんですね。それはあなたが個人だと思っているとき、あなたのエネルギーは高いですか、低いですか。低いですね。あなたが宇宙意識になりますと、宇宙エネルギーそのものになるんです。だから宇宙意識になったとき、宇宙のエネルギーと一体になっております。だから人の他者治療、すなわち病気を癒すときに、皆さんは自我意識状態で人の病気が癒せます、癒せます、癒せませんよね。その病気を治療するときには、その本人は必ず宇宙意識、普遍意識になってなければならない。個人意識状態で人の病気を癒したとするならば、その本人が早死にいたします。なぜかというと、生体パワーといいまして、持っている小さなエネルギーを分け与えるわけですから、宇宙とエネルギーと一体になっておりませんから。だから病気治療者、霊能者たちが早死にするのはそこにあるわけですね。今の気候師たちも同じことです、ね、植物から一生懸命気をこんなして吸収して人に与える。大体2、3名もやるとヘトヘトになってますね。ヘトヘト、意識の低い状態でやってますから、エネルギーの低い状態でやってますから、そのやってる方がいつか必ず参ってしまう。だから病気